暑い夏の時期に増える食中毒を防ごうと、金沢市保健所は食品を扱う施設を対象に今日から一斉の取り締まりを始めました。金沢市のどんたく西南部店には金沢市保健所の職員ら3人が訪れ、鮮魚売り場のまな板など調理器具が汚れていないか、従業員がしっかり手洗いをしているかなどを確認していきました。県内では今年度に入ってから寄生虫の一種アニサキスを原因とした食中毒が1件発生しているということです。食品を触る前にちゃんと手を洗う、それから低温で管理をする、そして熱を処理することで細菌をやっつけるということを守っていただきたいと思います。金沢市保健所では今月31日までに飲食店や百貨店、スーパーなど市内600箇所を対象に検査を行う予定です。